はい、ということで今日も元気を社員の勉強やっていきましょう。今日はニュータウンって何、ポートアイランド新都心っていうことについて見ていきたいと思います。それでは結論から見ていきたいと思います。ニュータウンとは、高度経済成長期に都心部に人口が増加したことで過密問題が起きたため、その解決のために郊外に作られた住宅地になります。ポートアイランドも新都心も同じ理由で作られた、郊外に作られた町になっていきます。はい、まずニュータウンとは、都心部の人口増加によって郊外に新たに作られた町になっていきます。都心と郊外ですね。都心っていうのは都市圏の中心になります。東京大都市圏でいうと東京の中心部が都心、そして、東京大都市圏でいうと郊外っていうのは埼玉県とか千葉県とか神奈川県みたいなところが、郊外になっていきます。中心部の周りにある地域、それが郊外ですね。それをニュータウンというふうに、そこに作られた町をニュータウンというふうに言います。で、それの逆な言葉として古くからの住宅地があります。昭和前期からずっとありますみたいなのとか、江戸時代の城下町として発展していきましたっていう昔から住んでいる町ではなくて、全く新たに作り出した町をニュータウンというふうに言います。じゃあそのニュータウンができた流れについて見ていきたいと思います。1960年代から日本っていうのは高度経済成長っていうのが起きて、どんどん国の経済が発展していくとともに、都市部に人口が増加していきました。都心部に、たくさんの企業が会社があるので、そこで働きに行こう、人儲けしようということで、田舎からどんどん人が、若者がどんどん入ってくる。それによって都心部の人口が増加していきます。それによって東京都心部の地価の上昇とか過密問題とかが増加していくんですね。どんどんアパートとか家の値段が上がっていったりとか、したりとか、ゴミ問題、渋滞問題、住宅不足っていう問題、過密問題が起きます。そのため郊外に新たな住宅地、ニュータウンを開発しよう、都心部ちょっともうきついから、その周りに新しい町を作ろうということを言います。それによって作られたのがニュータウンです。で、ニュータウンっていうのは今まで何もない場所に作られた町になります。例えば山をがっつり削って、そこを平らにして、そこにニュータウンを作る。そしてニュータウンには住宅、学校、病院、そしてニュータウンから都心部に向けて鉄道がつながれるっていう風になっています。で、都心部に今まで住んでいた人は、郊外の方が安くない、端っこの方がちょっと安くない、ちょっと遠いけど安いんじゃないっていうことで、そういった都心部からちょっと離れたニュータウンに住んで、都心へ通勤して、働くようになっていきます。で、そういったニュータウンとかちょっと郊外に作られた街のことをベッドタウンっていうふうに言います。普段、昼間は都心部で働いて、夜は帰って寝る場所っていうことでベッドタウンというふうに言われています。しかし現在はバブル崩壊によって都心部の会社がどんどん潰れていった結果、そこの再開発が行われて、タワーマンションとかどんどん建っていった結果、最近は都心回帰現象っていって、都市の中心部に人口が戻っていってますよっていうことで、最近では郊外に作られたニュータウンの人口減少っていうのが問題になっています。さらには1970年代頃に建てられたっていうことで、現在建てられてから50年ぐらい経っているわけですね。なので住民の高齢化っていうのも問題になっています。はい、じゃあ似たような言葉があるんですよね。近畿地方の学習で習ったりとか、関東地方の学習で習ったりするポートアイランドとか新都心、なんとなくこれも人口増加、過密問題によって作られた街なんじゃないのっていうのは分かっていると思うんですけど、細かく、理解しておいた方がいいので説明していきたいと思います。まずこのポートアイランドとか 新都心っていうのは、都市の地価の上昇とか過密問題によって行われた郊外の開発によって作られたものなんですね。さっきも言ったように1960年代から高度経済成長が起こってきました。それによって都心部にもう住めない、だったら周りの場所、都心部の周りを開発していこうっていうことが行われます。その方法は2つありました。まず1つ目、郊外の開発の丸1ですね。郊外に住宅作ろうぜ、都心部にもう人住めないから周りに住宅作ろう。で、その住宅を作る方法は2つありました。山を切り開いて住宅地にするパターンと、海に人工島を作るっていうものになります。もちろん今までの住んでいる土地っていうのがあるので、そこに住んでいる人たちを退去させることはできません。だったら今まで山、
誰も住んでいないところに町作ろうぜ、山切り開いて平らにしちゃおうぜっていうパターンと、海とかって別に何もないから、じゃあ海にそこの島作っちゃえばいいじゃんっていうパターンですね。山を切り開くパターンっていうのは、まあ教科書にも結構出ているんですけど、多摩ニュータウンとか千里ニュータウン、江北ニュータウンとかっていうのが有名です。そして人工島の中にはポートアイランドというものがあります。なのでポートアイランドっていうのは新しく郊外に作られた町なんですけど、それが、まあ、神戸ですよね。ポートアイランド、神戸は山じゃなくて海に町を作って、そこに人を、住めるような住宅を作っていきましたよ。そして東京でいうと山を切り開いて多摩にニュータウンを作りました、大阪でいうと千里っていうところに山を切り開いて作りました。まあ場所によって、地域によってその郊外を開発していったっていうのは同じなんですけど、その方法が違ったよ。そしてポートアイランドとか多摩ニュータウンっていうのは固有名詞で、それぞれの県、それぞれの町の、新しい町の名前になります。はい。そして郊外の開発2つ目ですね。住宅問題はある程度解消しましたと。都心部の人口を郊外に、移動することはできました。ただしそこで問題が起きるのが通勤問題なんですよね。通勤ラッシュと言われるやつです。郊外から都心部に働きに行く、そうすると郊外から電車に乗ってたくさんの人が入ってくるわけですよ。そうすると満員電車とかが起こったりとかして通勤ラッシュが起こるわけですよ。でそうなるとまあ誰にとっても良くないよねっていうことで、郊外に都市機能を移していきましょう。中心部に集まっているからどんどん人が集まってきて通勤ラッシュが起こるんだよ。だったら郊外とかに街の機能とか移せばよくね。まあ簡単に言うと、中心部にあった会社を端っこにやったらとか、国の施設とかを郊外にやったらっていうことで、郊外に新都心っていうのを作って、そこに街の機能、都心にあった機能を移動させようっていうことになっていきます。それが新都心ですね。具体的に言うと、埼玉県に作られた埼玉新都心、千葉県に作られた幕張新都心、神奈川に作られた横浜みなとみらい21っていうことで、こっちは住宅じゃなくて街の機能を郊外に移そうっていうことが新都心になります。はい。ということで今日はニュータウンと、ポートアイランド、新都心って何ってことについてやっていきました。ニュータウンっていうのは高度経済成長によって中心部、都心部の人口が増加した結果、郊外に新しい町を作ろうっていう風に作られた新たな町になります。で、ポートアイランド、新都心っていうのは、ポートアイランドっていうのはニュータウンと同じように都心部の人口をちょっとでも郊外にずらそうっていうことで作られた人口の島になります。山を切り開いて作られたニュータウンと、まあ、対比の関係にあたるものですね。そして新都心っていうのは、ニュータウンとかポートアイランドが都心部の人口を郊外に増やしていこうっていう、移動させていこうっていうのに対して、新都心っていうのは都市部の会社とか国の施設を郊外に移動しようっていうふうに考えられて作られたものになっていきます。まあ両方とも中心部からちょっと外側に移動させようっていうこと、ものになっていきます。